平野紫仕様、理想の父親像と大好きな先輩についても告白。元キング、アンド、プリンスであり、現在は戸部所属の平野紫仕様が自身のインスタグラムのストーリーズでファンからの質問に答える姿が、ファンにとっては嬉しい瞬間であることは間違いありません。その日、彼はファンからの質問に真摯に答えており、特に、理想の父親像はという質問には興味深い回答が寄せられました。 平野の仕様は、かっこよくて強くて何でもできるパパと答え、理想の父親像を示しました。ここには、彼自身が父親になることを想像している姿が伺えるかもしれません。彼の理想の父親像に対する思い入れが伝わってきますね。また、かの大ファンである京都のファンから、今から京都来れる一緒に、ハンナリしよという声が届いた際、彼は京言葉に戸惑いを見せました。ハンナリって何 下ネタじゃないよね。笑いと疑問を抱いた彼の言葉には、一末の戸惑いが伺えますが、ファンからの遊び心ある声に対しては、めちゃくちゃしたいと期待を寄せるなど、平野仕様らしいユーモアも健在でした。しかし、その後、ファンから、紫輝くん手本と下ネタ好きよね。笑い笑いとツッコミを受けると、彼は、違うって笑いと全面否定。そして、はんなりがやばい下ネタだったらやばいじゃん。笑い。 だから一応確認したんですと、一貫した慎重さを見せました。最後に、そりゃ好きでしょ、と、自身の性格を表すかのような衝撃発言で締めくくりました。さらに、質問箱には、平野潮にとってアイドルとはという確信をつく質問も寄せられました。彼は、俺ってやつかなあ、ごめんなさいと謙虚な言葉を用いて、アイドルとしての自分を考える姿勢を見せました。アイドルとしての自覚と責任を持ちつつ、 謙虚な心を持つ平野信用の姿勢に、ファンはさらなる愛着を抱くことでしょう。さらに、彼は一番好きな先輩について、おじさん友達。あの人たちがいなかったらちゃんと発散できてないと思うし、あの人たちがいたからオンオフも切り替えられて仕事も専念できてるよ。大好きな人生の先輩です。と感謝の言葉を送りました。彼の先輩たちに対する尊敬の念と信頼の厚さが伝わってきます。また、 彼が、おじさん友達と表現するあたりに、彼らとの仲の良さが見て取れますね。さらに、趣味についても明かされました。バイク、車、釣り、サバゲー、時計集め、という多彩な趣味が垣間見えます。彼の多忙なスケジュールの合間を縫って、これらの趣味に時間を割く姿が想像されますね。また、彼がプライベートな一面を覗かせたエピソードとして、申し訳ないけど全然あるよ笑い。 昨日はお風呂洗っていたらシャワーこっち向いててびしょびしょになってイラってしたと語りました。こうした些細な日常の出来事を分かち合うことでファンとの距離を縮める彼の姿勢にファンはさらなる親近感を抱くことでしょう。最後に動物園に行きたいというデートのお誘いに対しては餌用の人参とか自分で食べちゃうから笑いとやんわり断りを見せました。こうした率直な答えが彼の人柄を表しているように感じられますね。 平野紫耀のインスタグラムのストーリーズでのファンからの質問への回答は、彼自身の素直な思いや考えが垣間見える貴重な瞬間でした。彼の人柄や性格、理想の父親像への思い入れ、先輩への感謝の気持ちなど、ファンにとっては心温まる内容だったことでしょう。これからも彼の活動や素顔に対するファンの期待は高まるばかりです。